私の仲のいい友人で元 J リーガーの山田さんという人がいるんですがね、私の話にもちょくちょくこの人出てくるんですよ。まあ、現在あの仙台の方に住んでらっしゃって、でまあたまにこう彼と会って話をしたりするんですがね、この夏に会いましたらね、面白い話をしてくれるんですよね。というのはこの山田さんが最近行きつけのバーがある。でそのバーというのはまだ開店して日は浅いんですがね、まあ、気の利いたつまみが出るし軽い食事もできる。でこれがなかなか味がいいんだそうですよ。で元気のいい若い女の子が何人かいて、で値段もそう高くない。ですからまあ時間ができれば山田さん寄ってるわけですよね。まあそんなある日なんですがね、仕事が終わった、さあ帰ろうかなと思ったんだけど、ちょっと寄ってみようかなと思って店に寄ったわけだ。まあ遅い時間だったんですがね、で客は3人ぐらいいる。で山田さんが行ったらもうこの3人のお客さんすぐに帰っちゃったと、お店の女の子たちが言ってきて、ねえ怖い話して怖い話してって寄ってくるわけですよ。いつも山田さん話をするんだ、怖い話好きでね。で結構それ人気あるんですよ。でそこへママが加わった。でみんなでわー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 言いながら階段話をしてると、ただ一人カウンターの中でもってまあ調理師でもあってそこのマスター、この人が両手で持ってこう耳を押さえてね、やめてよやめてくれよね、やめてやめてって言って、柄に合わせどうもそういうのが苦手らしいんだな。というのと、このお店が跳ねた後ね、みんな帰っちゃうんですがね、このマスターたった一人でもって店の後片付けをするわけだ。その後片付けの時に何だか知らないけど人の気配を感じる。それが妙にこう気持ち悪いんで、だからもうそういう話やめてくれないかとこう言ってたわけだ。まあそんなこんなやってるうちにママの方が、ごめんなさいね、私ちょっとね用事があって帰らなきゃいけないからって帰っちゃった。でしばらくまた話をしてる。で山田さんもなんだもういい時間になっちゃったなと思って、じゃあもう今日ここに帰ればさよならって帰っちゃった。2日ほど置いて山田さんがその店行くとね、マスターが、あのねこの間ね山田さん帰った後変なことがあったんですよって言って話してくれた。っていうのは山田さんが帰って行った、もういい時間ですよ、そろそろ閉店の時間、これから客が来るとは思えないし、じゃあもう店閉めようかって言うんで店の看板の明かりを消して、でこのマスターがね、ねえちょっとさ、だって待っててくんないかな、片付けすぐ終わっちゃうからさ、待っててくんないかな、待っててくんないかなって思ったらみんなゲラゲラ笑ってる。そのしマスターなんだか知らないけど妙に胸騒ぎがしてたんですよ。嫌だな、一人になりたくないなと思ってた。ところが女の子たちはみんな面白がってね、ワイワイ言いながらじゃあねって帰ってきちゃった。でたった一人になってまた片付けもしてた。とね、ただドアが開くんでひょって入り口を見ると、初めて見るなんかみすばらしい格好した男が入ってきたんで、ああすいませんね、今日も看板なんですよ言うと、男が一杯だけでいいから飲ませてくれって、いやーみんな片付けちゃったんで申し訳ないんですね、この次お願いできますかって言うと、自分はママの知り合いなんだって言った。あそうですか、いや実は今日ママね用事があって早めにちょっと店出てるんですよね、それでしたらよろしく伝えておきますんでって言うと、男がねふっと名刺を出して渡したって言って、あそうですか、じゃあ確かにこれお預かりしますって言うんで預かった。翌日になって店が開いてママが来たんで、マスターがね、いやあの実はですね昨日看板になってからねママの知り合いだっていう男の人がね顔を出したんですよって言うと、ママあれ誰なんだろうって言って、ああありますよ名刺、ねこの人なんですけどね、渡した。ママがその名刺を受け取ってひょっと見た途端にママの顔色が上がっちゃった。じーっと見ながら、あのねこの人ね、私が昔お店出す時に資金を出してくれた人なのよ。でもね4年前に死んでるの。えでもどう見ても昨日のあの人冗談で言ってるようには見えなかったし、結構真面目そうだったし嘘とも思えないなと思った。ママが「ねえその人ってどんな人だった？」って聞いたんで、マスター思い出すだけこの思い出そうと思ってね、ですね背丈は大体こんなもんですかね、でこういう体つきでもってね、顔がこんな感じでね、話し方がですねこうで言ってたら、ママがカタ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 震えてる。えっと思ったらママが、
まあ、その子でね、間違いないわ、あの人よって言ったって言うんですよね。でも以来その男の人は店には姿を現してないそうですよ。